はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、本日ですね、この動画を配信しているのが7月の13日の土曜日です。はい、また週末です。皆さん楽しんでくださいね。私はいつものごとく YouTube 撮ってます。えっ、ー、と、いったようなね、えー、土曜日なんですけども、いやーね、7月に入りましたね、ということで、えー、つい先日ですね、えー、もう、え、1年のね、半分が過ぎて、7月になりました。あとの残りの半分も今年も頑張ろう、みたいな、 話を確かしていたんですけども、なんとなんともうすでにですね、えー、本日13日ということで、えー、今月も7月もですね、約半分が過ぎようとしております。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。本当にね、毎回言ってるんだけど、私もね、日にちが早、ね、過ぎるのが早くてですね、まああのつい先日もですね、63歳の誕生日を迎えたということで、ついにね、 いやー自分でも63歳かなみたいなことを思ってたんですけど、こんな調子だとさ、すぐに65歳になってね、すぐに70歳になっちゃいますよ、みたいな感じですね。まあでも、そういったことにめげることなくですね、この YouTube に関しても頑張ってやっていこうかな、みたいな感じです。皆さんもご覧になっていただければ嬉しいです、ということですね。はい。でね、今回の話題なんですけど、いつものごとくですいません。定番の黒のシャツなんですけども、まあ、サムネイルにもね、 ブラックな職場ということで示させてもらった通りまあ皆さんもねすでにこのことに関してはよくご存知だと思いますけどもやっぱりね今一度じゃありませんけどもう内容を見てみるとねひどすぎるよねはっきり言ってね、えー、特にね今回ねお示しお示しする内容なんかでもね例えばですけども以前その、えー、まあね AN 宮家がまだ1宮家であった時ねまだ公式になる前に 以前にも働かれていた職員の人が、またね、えー、この宮内庁の人事によって働くといったことになってね、もうとにかくね、それを上司から言われたときに、もう怒号じゃありませんけど、宮内庁いっぱいにね、聞こえるような、やめてくれみたいなことを言ったらとかね、そういったようなことも暴露されてるんですね。はい、えー、最後までご覧ください。はい、ということで、えー、今回ね、お話しする内容に関しては、これは過去にすでに暴露されている内容なんですけども、 まあ、つい最近だとね、えー、その経費殿下はね、もうあなたたちはね、えー、何公務員じゃないのよとかだとかね、えー、休日がないのよみたいなことも言っていたようですけども、それ以前においてもね、いろんなことがあったわけです。え,ー、えにね、ご難場というふうに言われているわけなんですけども、まあそこら辺のね、今回は、もう今現在ね、よく知られ渡っている内容にプラスして、過去にもこういったようなね、様々な ひどい話があったっていうことです。でね、えー、今回ちょっとお示ししているのは、これはね、えー、2012年の7月5日号という文春がね、暴露していたような内容なんですね。 2012年ですので、すでに12年前。すなわち、今現在の永の三宅が当然公式になる前のね、一宮家だった時の話なんですけども、要は12年前でしょ例えば久人様に関してもまだ幼稚園だった頃ですよね。もうそれこそね、私なんか思いますけども、久人様がお生まれになったぐらいから、この宮家はね、なんかね、要はその、えー、まあ将来天皇、 の親人様を抱えててていいるるとうようなことにななこにって奢ってるんだろうなっていう感じがいたしますけずね一番最初に示してあるこのね1行目あれほど嫌だと言ったじゃないですかといったようなことで先ほどちょっとね、えー、紹介させてもらいましたけどこれその10年ぐらい前の話なんですけどね、えー、要は以前にも、えー、その縁宮家のねお使いの職員として勤めていたような人が 新たにですね、この宮内庁の人事ということで上司からねえそのもう一回ねええ縁組家に仕えろといったようなことを言われたらしいんですけどそれを受けてねえー、その過去ええ縁組屋家の職員だった人が「あれほど言ったのになんでやるんですか?」みたいなねもうね えー、私があれほど言ったのに勘弁してくれよみたいなことをそれこそですね宮内庁の庁者全員に聞こえるぐらいのね怒号を発していたといったような話。 があります。こういった話もね、まあ、以前にもねされていたような話だけど、え結構ね、あそんなことがあったんだというようなことをでねお知りになる方も多いかなというふうに思ってね、で今回紹介させてもらっております。どれだけ大きな声で言ったんでしょうね。まあ、本人としてもですね、おそらく、えー、その自分の上司の人に対して、もうねあの見分けだけは勘弁してよということをしきりに言っていたと思うんですけども、それが まあ人事だから仕方がないと言えば仕方がないのかもしれませんけどもそれを言われた瞬間に切れたというふうなことなわけですねまあそれほど嫌なんだろうねといったようなまずことそしてですねまあこの文春の記事の中で合わせて書かれている内容としてまあこの件に関してもね私もあの以前の動画なんかで話をさせてもらっておりますし皆さんもご存知かと思いますけども まあ、あの先ほど言ったように悠仁さまはまだ幼稚園児だったわけですね。で、この幼稚園のまあ恒例行事で、じゃがいも取りがあったんですけども、その時にね、まあ、親子で,一緒,で一緒にということで、慶悲殿下が、えー、この一緒にね、悠仁様とじゃがいも取りをされていて、なんとその帰り際にですね、もうそれこそ登山用の非常に大きなリュックサック,リュック,サックの中にじゃがいもを詰め込んで、 ね、持って帰っちゃった、略奪した、みたいなね。そういったようなことも暴露されておりましたよね。まあ、これも結構ね、有名な話ですけどね。まあ、経費秘伝課というとですね、まあ、その五稜牧場行ってさ、ね、フルーツをなんかいっぱい持ってきちゃった、だとかね、いろんな話がありますけどね、ど、何なんだよ、みたいな感じですけど、そういったことも暴露していたような12年前の記事なわけですね。 はい。えー、で、そういった中で、えー、まあ本題であるこの職員の不安定人事というか、なんでこんなに辞めちゃうんだよっていうような話なんですけどね。まあ、当時の定員。まあ、これ12年前の話なので、まだ公式になる前でしたので、えー、実際には、まあ、その職員の方の人数というのは約20名前後。そして定員としては16名。そして他部署との兼任の職員の方が3名。まあ、約ね、20名の 職員の体制だったわけですねなんだけども数年間の間に10人以上がね交代するとねやめちゃ入ってくるやめちゃ入ってくるということで先ほどね「あれほど言ったじゃないですか」と言ったような人も本当はねまさか自分がと言ったようなことでやっぱりそれだけやめちゃう人が多いからねおちが回ってきたと言ったようなことだと思いますけどねまあおち回ってきたらやんなっちゃうよね。 だって数年間でさ、その20人弱の人が10人半分辞めちゃうんだからね。まあ、それで中にはね、ここに書いてある通り、もうそれこそね、ノイローゼ気味になっちゃってね、もう嫌々ながらも辞めざるを得ないといったような、えー、人もいたみたいですね。まさしくパワハラの世界だよね、はっきり言ってね。そして、ケ、え、イ、ー・ヒレンから、えーまあ、女子の職員にということで、まあ、これは結構有名な話ですけどね、あなた自己中ねえだ、だとかね。 何を言っても何言っていうの私の言うことだけ聞けばいいのよ自己中ねえだとかねまあそういったようなことをもう罵るじゃありませんけどもそういった強い口調でねお叱りを受けることもありましたと嫌な職場みたいな感じですねはいで次のページはいそういったような中でねその当時の話ですけどその宮内庁の中でねひそひそ話じゃないけどねいろんなことがねひそひそと言われていたその内容というのが 例えば、経費殿下においては、えー、通常のご会見等ではね、えー、優雅な、微笑みな、微笑み、そしてですね、ゆったりとしたお振る舞いなんだけども、家の中、その宮家の家の中では、とてもじゃないけど、そのニコニコなんてのことはありえないといったようなことを暴露している。まあね、そうかもしれませんよね。まあ我々が知るね、経費殿下、まあ、最近ね、ご会見もあんまりされておりませんけども、まあ例えば直近で言うと、昨年のベトナム訪問か、 ベトナム訪問の事前のね、エネミア殿下との珍しい記者会見がありましたけどね。まあ、半時もニコニコはしてましたけどね。ニコニコして、確かにゆったりとした表情でね、えー、まあ、仕草でお話をされてましたけど、その中で、ね、<laughs> まあ、あの、みてこ様のことを皇后様だとかさ、言ってただとかね、旅行だとか、いったようなことを言ってましたよね。相変わらず変なことを言っておりましたけども、まあ、確かに会見の中では、まあ、ニコニコ、いつものね、 あの作り笑いのニコニコしながらですね。そしてゆったりとした雰囲気のでおしゃべりをされていたわけなんですけども、家の中ではニコニコの二の字もないといったようなことらしいですね。顔を見れば怒ってるみたいな感じではないのでしょうかっていう感じです。はい、そういった中でね、例えば、じゃあですね、え他の宮家はどうなんでしょうかっていうようなこともね、この記事の中で暴露しているんですね。例えばですけども、日立宮家。 まあ、あの、これはお人柄もあると思うんですけども、A ヌ宮家とは全く逆にですねお人、今言ったようにお人柄も良くて、非常にお勤めやすいと、職員の方はハッピーハッピーの宮家だとかね、そういったようなことも言われてるわけだよね。うん、逆にそういったようなハッピー、職員がハッピーになれるような、そういったような分けがあるがゆえにですね、この A ヌ宮家の惨状というかね、ブラックな職場が際立ってきちゃうといったようなことですね。で、えー、それだけじゃなくてね、 まああの次々といろんなことが暴露されたわけですけどね10年以上ね10年使えたその料理人が退職しちゃうというのもあまりにもハードワークというかね例えばですけどもまあその新鮮なねお魚の料理をしてくださいといったようなことで経費殿下がね、えー、言うとなかなか普段出入りしているようなその魚のね、えー、まあ あの、商売に来られるような人が新鮮な魚がなかったようなので、それを見た経費殿下がね、その料理人の人に対して、もうとにかくね、月地,地,地で買えばいいでしょうみたいなことを言い放ってですね、無理やり買い物に行かせただとかね。でそういったようなことをしょっちゅう言われながら、 えまあ当時はね、5人家族でしたので、その5人のね、えー、お方のための、えー、お食事を1日3食も作らなきゃいけない。なんともハードワークだねと。料理してればいいだけじゃないんですよ。もう食材に関しても、ああだこうだ言われてね、魚は築地行きなさいだとかさ、言われてね、じゃあお肉はどこなのみたいなね、感じですよね。 しょっちゅうそんなこと言われてね「ここで何買ってきなさい」とか言われてでそれをわざわざ買いに行ってねそれで持って帰ってきて調理をして3食作るといやー大変だね料理人だから普通は料理だけしてればいいっていうふうに思われると思うんですけどそれだけじゃないっていう話ですねあともっとひどいのが下に書いてある話真夜中に女子の職員に対して「あなたこれ買ってきなさい」みたいなことがあったみたいですね しかも今言ったように、真夜中、昼間だったらね、まだしもなんですけども、真夜中のね、何時ぐらいでしょうかね、夜中の1時、2時ぐらいなんじゃないんでしょうか、なんかそのね、経費電化が入りようというようなことで、はい、あなたね、A さん、B さんこれ買ってきてください、みたいなことをいきなり夜中に言うんですって。で、そのね、注文を受けちゃったですね、そのまあ A さんと B さんでもいいんですけども、まあそういったような人たちに関してはですね、えー、具体的に、 その真夜中に自転車に乗ってね、買い物に行ったと。ところが、まあ皆さんご存知の通り、えー、この赤坂 <laughs> というかですね、えー、当然ですね、赤坂御用地の近くには、そんな例えばコンビニだとかね、スーパーなんかないわけですよ。なのでね、どれだけ自転車走らせたかわかりませんけども、真夜中のさ、危ないよね。しかも女性の職員でしょ。まだ男性だったらっていう気がいたしますけども、 真夜中の非常に危ない時間に女性に行かせるといったこの経費殿下の気持ちはどういったような気持ちで言ったんでしょうかみたいな感じですね。危ないよね。こんなことでさもしこの女性の職員の人が、えー、例えばねまあないとは思いますけどなんか襲われたみたいなことがあったらどういう責任を取ってたんですかね私知らないよとか言ったんですかねっていう感じですけど。 はい。そういった中で出てきました。この当時もね、山下さんだよね。やっぱりこんなこと言ってんだよね。やっぱりこの人がね。えー、やっぱりこの12年前の話だけど、以前からこんなこと言ってたっていう話です。要はね、山下晋司さんが言われるには、そのまま読みますが、ご家族が5人いらっしゃる AN 宮家に20人弱、当時はまだね、公式になっていなかったので、20人弱、先ほども言ったようなね、そういったね、職員数だったんですけども、えー、その20人ぐらいだとね、 職員一人当たりの仕事量は莫大になっちゃうよと、そういった中で、なおかつね、まあ当時の後続費は6100万円、今はね、今現在倍になってますけどね、倍の1億2000万近くになっておりますけども、まあそういった当時の後続費の予算を考えると、その予算でも厳しいというようなことで、相変わらず山下さんね、沼、えー、やご夫妻のね、あげあげあげみたいな形で言っているわけです。まあ確かにね、 えー、当時は20人の職員を抱えて、まあ、費もね、今の半分ぐらいだったので、まあ予算的にも多少は厳しかったのかもしれませんけどね。ただ、ただですね、それって別にね、えー、その職員の人にもうね、責任があるんですかっていう話だよね。別に後続費がさ、いくらになるってその区内庁の職員の人が決めてるんですか違うでしょっていう話でしょ。 で、それに対して職員の人にね、なんか夜中に,夜中に買いに行けーだとかさ、料理人の人に対してね、築地に行けーだとかね、まあね、あなた自己中ねーだとかね、そんなこと言われてさ、ね、結局八つ当たりされてるわけだよね。なんでこんなにね、予算が少ないのだとかね、本当はもっとね、職員の人多くていいのに、みたいなことを言ってたわけでしょ。今現在は公私家になられてですね、公私家になってからは皆さんもご存知の通り、今現在は 当時のね、東宮家と同じぐらいの50人体制なわけですよ。しかも、後続費に関してもね、約倍の1億2000万前後になっているわけですよね。まあ、そういったようなね、莫大に金額が増えているにもかかわらず、つい最近においてもね、その職員の人たちに対して、先ほど言った通り、経費電化はね、あなたたちはもう公務員じゃないのよ。はね、私たちの使用人なのよ。休みもないのよみたいなことで、 まさしくブラックな職場でよりブラックな表現をしているといったようなことらしいですよね、まあ。といったようなことです。はい、一旦変えます。はい、ということで、今回はですね、約12年前の文春の記事を、ね、ベースにお話をさせてもらいましたけど、皆さんどう思いますあの、やっぱりね、私のご視聴者の中にも、まあ、あの人によってはですね、この AN 宮家の実態というか、このね、ご難波と言われている エヌミ宮家の,の、ね、話に関してはつい最近出てきてるね。先ほども言ったように、あなたたちは休日もないのよと言ったようなね、ことしか、まあ、もしかしたら、ね、お尻になっていない方もあると思ってですね、今回は復讐じゃありませんけど、いやいや、このね、最近の話だけじゃないよと。で話としては、それこそ先ほども言いました通り、それこそね、悠仁様がお生まれになったぐらいから、もうなんかね、やってることがひどいんだよ。あもうあね あからさまなそのブラックな職場でしたよっていうようなことをね、えー、思い出してもらおうと思って、実際にお話をした次第です。もうね、下手したらこれが10何年も続いているわけですよ。でこういったようなことが続いている、それこそ10年のね以上の、えー、まあ、月日というか、それを通じてね行われているということは、結局ね、もう直しようがないというようなことだと思いますよね。こういったようなところにさ、口頭が移ったらどうなっちゃう いう話ですよね誰がそういったような、えー、今度さそれこそねこの永留明家が天皇家とかなったらさ誰がお使いしたいみたいな感じですよねといったような話をさせてもらいました皆さんどう思うっていう話ですねはい今回もありがとうございましたバイバイ